ここ美味しいよっておすすめもらって、僕だから知らなかったですよね、あの、うんうん、だってもう取材とか、ね、ま、一切受けたことがないんですもん。一回ぐらい来てもいいんだろうなと思いながら。今日はですね、京王線の南大沢とあと京王堀の内、これね、どっちから歩いても20分かかるという、あのちょっと歩きではなかなか来づらい場所に来てますね、これ。まあだから車で来る感じでね、あとバスとか、まあタクシーとかですね、じゃないとなかなか来れない場所なんですけど、ここ僕大好きなんですよ、行楽。あの謎ですね、僕非常にここ、まあ、何度か来てるんですけど、3年ぐらい前から何度か来てるんですけど、もう外観もコロコロ変わるんですね、メニューもコロコロ変わる謎なお店、行楽、ちょっと行ってみたいと思います。今日もう何があるのかちょっといまいちよくわからないです。こういうちゃんとツイッターで見るか、もうこれ本日の限定ね。何年ぐらいですか？もう今年11年目になります。長いんですよね、実は。この場所でしょ？そうです。うん、だってもう地元で通ってても誰も気づかないぐらいなんですよ。もともとどっかにいらしたとかあるんですか？いや、僕ラーメンはやってないんですよ。もともと中華、うん、なるほど。ホテルとか結婚式場とか、あ、はい、まあ、ちょこちょこ転々としながら。そうなんですね、うん、で、独立するときにラーメン、うん、でもまあ僕もともと超ジロリアンで。ああ、そうなんですね。あ、うん、そうなんですか。そこからラーメン作り始めて。あ、はいはいはい、うん、あ、そうなんですね、うん、とりあえずじゃあそうですね、ノーマル中華そばをまずね、ちょっといただいてもいいですか？はい。ラードも入ってるんですか？いや、これはチーユです。チーユ、うん、じゃあスープはこれ 何煮干しとかですか？これ普通の青口煮干し、謎のこのひも皮みたいなのが入ってるんですね。あ、いいですね、店主の見た目とは真逆な。ものすごく丁寧なラーメンです、これ。やっぱ麺がいいっすね、やっぱね、これ自家製麺っていうかね、こういうまたこの太縮れ、チャーシューもね、チャーシューも2種類。あ、こっちが焼いたやつですね、この焼き目がついたやつ。まあ確かに香ばしいです。こっちがバラですね、脂身があると。これちょっと味付けが独特ですよ、これ。ちょっと違う感じ、さっきのタレが違うんですよ、これ。あ、もうタレ全然違います、ね、生姜とかこれね、うん、すごい独特な、いわゆるチャーシューの味付けじゃない感じですね、これね。そうですね、うん、これ面白いです、これ。あれ、前は鶏とかも、鶏チャーシューも、ね、うん、鶏もやってましたね、え、うん、まあ、コロコロ変わるんで。これなんかあるんですか、このイメージした中華そばみたいな。ないですね。もうなんか、まあ、自分が思う、うん、なんだかんだやっぱり煮干しが好きなんだなっていうのと、うん、あとはその昔の中華そばが好きなので、はいはいはい、田舎の中華そばっていいじゃないですか、はいはいはい、地方の、うんうん、それを自分なりのこう形でどこがこうピンと合ってくるのかなぐらいの、うんうん、これも麺打ちも独学ですか？あ、全部。すごいですよね、うん、そうやれちゃうのが。いまだになんか分かんない、多少見えてきたところはありますけど。すごいな。
あ、すごいですなこれ。うん、うまい。何料理なのかもよくわかんないですねこれ。かき混ぜて生姜と、あ、これタレもいっぱい入ってるんですねこれ。中華とかであるあの串のやつ、あのクミンとかが効いたあれとかのイメージもありますね。もうさっきの中華そばと全然全然真逆な、何なんだろう、なんて言ったらいいのかこれ。タレがうまいです、とにかくこのベースのシンプル、だからシンプルな松そばでも本当美味しいんですよね。でそれにこのいろんな、ね、このお肉のスパイス効いたお肉だとかで生姜がっつり混ざって、それでまたすごい味になるっていう。あ、これはうまいわ。ライスもあんで割とご飯と一緒に食べる人も多いみたいで、それも合うと思いますよこれ。炭水化物に炭水化物に。これキャロライナリーパーっていう唐辛子、特にこれ風味はすごいんですよ。すごいフルーティーな。でも辛いんですよ。めっちゃ辛いです怖いな。もう一発いっといた方がいいんじゃないですか、ね、はい。うん、あ、でも香りがすごい。もうちょっと入れるだけで辛いから、はい、味のベース自体はそんなにブレないんです。ああ、なるほど、そうかそうか、味は変わらず。そう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 、なるほど。だからね、餃子もせっかくねこのつけ汁餃子というね、この新しい食べ物をね、ご主人が開発してそれでアドマチック天国出たのに今出してない、今普通の餃子しかないというね。でも普通の餃子ですけどやっぱタレがこれね、オリジナルの。でもまたこれからあのテコ入れしてちょっと面白い何かアプローチを、うん、餃子も、うん、あ、うん、一旦フラットに戻してからまたあの餡がたっぷりですね。もう今さっきねこうピュッてこう飛び出すぐらいで一口でいった方があのいいですねこれ多分。ああ、いいですねこれは。このタレがこれ何ですかねこれ。これあのうちのうちで作ってる焼肉のタレ。焼肉のタレ。そうそうそう、餃子ってどちらかというと塩分主体、うん、酸味主体じゃないですか、うん、でも日本人って結構甘み好きじゃないですか、はいはいはい、だからまあそれでご飯と 合わせるのにどうかなと思って。なるほどなるほど、はい、いやもうね最高でしたね、幸楽ね、色川選手、もうあのまあ本当ね、本当いろんな多趣味で多彩な人だなと思って、ね、やっぱねこうラーメンの振り幅の広さ、ベーシックな中華そば、ベーシックって、まあ、それもやっぱ全然ちょっと一癖も二癖もある手もみ自家製麺の中華そば、煮干しのついたと、それとルージャン麺ね、で今はこの日本ね大柱でやってるけども、それもいつ変わるかもわからない、飽きたらやめちゃう、テレビに出たメニューはもうないみたいなね、そのぐらいのもう本当やりたいことをやるというね、この店主のこのねこだわりが半端ないというお店です。これ本当また来ようと思います、すぐ来ようと思います。本当美味しかったですっていうか楽しかった。大好きですね。いや、すげーです。汗かいてます。笑顔になった瞬間にもう汗が